皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回は、スーファミ版提督の決断攻略の、第11回です。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。キメイ丸にございます。以上の3人でお送りします。前回はシンガポール方面を攻略しましたね。複数の基地が連携して守ってるという感じだったわね。でも、敵艦隊はすっかりおとなしくなっちゃったな。ついに戦力も枯渇しましたかね。今のうちに、第一艦隊を強化するんでしょ？いつもこの改造に時間がかかりますからね。邪魔されないうちに、さっさとやってしまおうか。新たな力を手に入れる第11回。スターツ。では、次の攻略目標を定めたところから再開です。ジャカルタとマッカサルね。あとシンガポール防衛な。では早速、航空機技術を上げていきましょう。予算は1000ほど。おお、かけたねー。航空機技術が99になりました。1000で19上がったんだから、ここがマックスだな。そうですね。そして、新型戦闘機、いわゆるジェット戦闘機が開発されました。よーし。時代を先取りね。これで対空戦闘は無双できるわけだな。いえ、まだどれほどのものかはわからないので、過度な期待は禁物です。そうなの？使ってみないことには何とも。あと、新型航空機を空母で運用する場合、空母を改造する必要があります。あ、また時間がかかりそうな予感。トラック付近にいる第4艦隊から、敵艦隊発見の報告ですね。戦艦1隻だけならなんとかなるかな？もうそろそろ打ち止めかと思ったのですが、残りは戦艦を、巡洋1、駆逐2。潜水艦ですね。それでも随分減ったな。もう一息ってところかしら。残った予算で、新型戦闘機を500ほど作っておくことにします。活躍が楽しみね。ちなみに、今の国力を見てみると、いつの間にか、航洋力が1万を超えてるじゃないか。おお、これは連合国を追い越したのでは？そうですね。あ、以前に、連合国の航洋力は無限。というようなことを言いましたが、航洋力は無限ではなく、艦船製造などで減るようです。お、じゃあ、かなり敵を追い詰めてるんじゃ。ただし、予算は消費しないようです。はぁ？おそらく、技術の向上や航空機生産は、予算に限らず、毎月一定数増える方式なのではないかと。じゃあ、やっぱりそんなに痛手にはなってないってことか？そうかもしれません。もう、ちょっと期待しちゃったじゃないの。やはり、敵の攻撃の隙間を縫って、残りの基地の攻略を進めていくしかないでしょうね。トラック沖に現れた艦隊、というか戦艦1隻は、第4艦隊によって撃沈されました。ま、これくらいはやってもらわないとね。次の攻略目標に工作員を入れました。ジャカルタはこんな感じ。兵員はそこそこいるけど、航空機は少ないわね。そして、マッカサル、を飛ばしてポートモレスビー。なんで飛ばすの？いや、映像が残ってなくて。ちょ、この雷爆機、やばくないか？うわ、マジか。480機はさすがに多いですね。これ、なんとかなるか？なんとかするしかないでしょうね。そして今月の収支報告です。おお、燃料増えたねー。資材も結構増えてるぞ。兵員、予算も順調に伸びてますね。で、いつもの完全修理も完了と。軽空母への改修も終わったようです。それから、夢のツートップ計画ですが、白紙になりました。第一艦隊には、陸奥、長門のほか、混合型4艦になります。え、なんで？弩級戦艦は、速度が現状32ノットまでしか上げられなかったんですよ。他の戦艦は36ノットなので、実用性を考慮して大和型は外しました。そんなぁ。第2艦隊は兵員輸送船を随伴しているので、結局最高速度は20ノットです。そちらに移した方が活躍できるでしょう。第1艦隊は最高速度36ノットの高速艦隊として、中央無尽に戦場をかける方がいいでしょう。まあ、確かにそれはそうなんだけど。ロマンガー。あと、最近は潜水艦も少しずつ駆除できています。意外と見つけるの大変なんだよな。
当然外交もやっておりまして。大化。できれば同盟まで持っていきたい。こっちはイタリアね。ちょ、それは虎の子の新型戦闘機。イタリア、空気読め。あれ？そういや、なんでまだ出航しないの？実は空母の回収がまだでして。あ、新型機対応か。先月は完全修理させていたので、結局今月になってしまいました。だから毎月やらなくていいって。まずは昇格から。やっぱ1ヶ月はかかるのか。そこはしょうがないですね。どんな改造するのかな？カタパルトをつける、とかですかね。あ、一度に一隻ずつしかできないのね。面倒な。ということで、第一艦隊は今月も動けないため、他の艦隊に基地攻略を、と思った矢先。お。地上部隊がジャカルタ基地を占領したようです。最近、地上部隊も調子いいじゃない？近くの基地に、航空機と兵員を多めに置いてますからね。でも、第一艦隊が母港にいたままだけど、いいのか？どうやら、目標の最後が達成された時に母港を出ていればいいみたいですので、次のマッカサルを攻略する直前に母港を出港しましょう。そういうことなのね。で、こちらが現在のマッカサル。あ、兵員ゼロだ。もう、落ちる寸前じゃないか。これはさっさと母港を出発した方が良さそうですね。ということで、第一艦隊は出航。しかし、空母はすべて新型機用に回収中。じゃあ、どうするの？佐世保あたりで時間を潰そうかと。いや、しかし通りにくいなここ。ほんとこのシステムどうにかしていただきたい。ここで、派遣していた第二艦隊にもマッカサルを攻撃させます。しかし、早かったのはまたもや地上部隊。やるじゃないの。目標達成しちゃったな。それでは母港に戻りましょう。はい、翌日に呉到着。佐世保からだもんね。目標は全て達成。被害もゼロですが、敵艦の撃沈も、今回は少しだけです。81点か。まあ、こんなもんじゃない？国民士気もすでにマックスですので、十分でしょう。それでは、次の作戦目標を決めましょう。まあ、当然、ポートもレスビーだよな。あとは、ライト、ラバウルあたりかしら？今回は、その3箇所で決まりでしょうね。そのままガダルカナルを落としてもいいかもしれません。今回は、移民艦隊に任せるわけにはいかないよな。さすがに雷爆480機は手に余るでしょう。第一艦隊の出番ね。新型戦闘機の力、見せてくれよ。ちなみに、雷基地の様子は？兵員多いじゃない。耐久や武装度もそれなりにあるな。そしてこちらがラバウル基地の様子。こっちは兵員も航空機も少ないわね。こっちは比較的楽そうだな。ちなみに、ガダルカナル基地はこうです。兵員は少ないわね。あ、耐久と武装度が意外に高い。でも、燃料が少ないですね。ほんとだ。燃料を狙うのもありかもしれません。そして今月の収支報告です。安定してるねー。燃料は十分だから、資材の方が欲しいところだな。確かに。そして、予算の伸びも順調。完全修理も終わり。新型機対応も終わったようですね。よし。出航準備を急げ。連合国軍も、電波照準器の開発に成功したようですね。あまり艦隊戦にはならないけど、一応注意はしとくか。空母第一艦隊に編成し、補給をします。後ろに J がついているのが、新型機、いわゆるジェット機対応済みという印です。ほうほう。では早速。戦闘機を補充しようとすると。新戦闘機になってるわね。じゃあ、今までの戦闘機は積めないんだ。そういうことになりますね。あれ？今まで積んでいた戦闘機と雷爆機は？消えてしまった、かもしれません。消えた？というか、かもしれないって。新型機対応は、艦船回収などと同じ扱いになるようです。ただ、その前後で国力をチェックしていなかったので、正確にはわからなくなってしまいました。ああ、もう。事前に下ろしとけばよかったー。一
1ヶ月以上、音沙汰のなかった敵艦隊が、テニアン方面に現れました。もう攻撃受けちゃってるじゃん。トラックにいた、第4艦隊に対処させていますが、第1艦隊も補給が終わり次第、駆けつけましょう。11月6日、やっと補給も終わり、第1艦隊出航です。第1艦隊をテニアンに急がせていましたが、その前に、第4艦隊が敵艦隊に攻撃を繰り返し、これを殲滅したようです。やればできるじゃないか。これで、心置きなくポートモレスビー攻略に向かえるわね。第2、第3艦隊にも手伝わせましょう。ポートモレスビーですが、西側から近づきます。北側から行かないのはなんで？北側から近づくと、先にラバウル、ライを落とすことになりますが、その間も、ポートモレスビーの空襲にさらされます。なるほど。なので、先にポートモレスビーを落としてしまおうということですね。ここで、ちょっと敵の戦力を確認しておきましょうか。そういや、月が変わったしな。うお、増えてる。空母が、5隻。いえ、9隻増えてますね。いきなり増えすぎでしょうが。艦名を見る限り、最初の頃に撃沈した戦艦や巡洋艦の名前ですね。じゃあ、それでできた空きを、全部空母にしたってことか？一部は潜水艦になったようですが、まあ、空母の重要性をわかってる、ということでしょう。そういえば、もうゲーム開始から1年経ったんだね。そや、敵の心臓空母も完成するか。この後、あらかじめ建造中リストにある艦に加え、我々が倒した後に建造した艦が加わることになりますね。まさか、これが毎月？たくさん倒した月の分はたくさん。それ以外の月は？それなりに。もう、あとは消化ゲームだと思ってたのに。これは、ちょっとわからなくなってきたぞ。11月18日、第1艦隊は、ポートモレスビーを空撃範囲に収めるところまでやってきました。じゃあ、空撃を狙うか？それだと、カウンターで、こちらが空撃に合うでしょう。あの雷爆機の量は厄介よね。なので、直縁機を上げたまま近づき、あえて敵の空撃を誘います。そして、襲ってきたところを撃ち落として数を減らすんです。随分危険な作戦だな。そして翌朝。来たぞ。うわ、多いわね。船舶、それぞれ4編隊ずついますね。こっちの体型が乱れてるんですけど？ええ、うっかりしてました。うっかりするなよ、こんな大事な一戦で。要は、雷爆機を空母に近づけなければいいんです。空母を後ろに下げ、それ以外の艦で壁を作ります。よし、新型機の威力を食らえ。あら？なんか思ったより、効果が小さいような。今度はまあまあね。それより今のやつ、まだ90機いるぞ。他もそうなのかしら？だとすると、400機近い雷爆機が来ていることに。おい、大丈夫なんだろうな？これは、多少の犠牲は覚悟した方が。とにかく、空母だけでも守らないと。そして、なんとか体勢は整ってきました。全艦36ノット以上の強みだな。航空隊も頑張っていますが、いかんせん数が多い。お、重機撃墜。その調子。敵雷爆機は、かたくなに空母を狙おうとするので、完全に道を塞がずに少し開けていれば、そちらに誘導できます。おかげでなんとか戦えてるわね。数もだいぶ減らしたぞ。でもまだ半分というところ。あ、火災が。そううまくはいかないか。約半分は減らしましたかね。じゃあ、残りは？今回出撃しなかった分を含め、250機程度かと。うへぇ。まだ結構いるな。少しずつ削っていくしかないでしょう。では、今度はこちらから。よーし。一抹の不安はあるけどな。あ、なんか守りにくそう。これだと、壁を作って、というわけにもいかないしな。なんとかうまく誘導してみましょう。画面下の方では、さらに危険な状況に。これは、さすがに厳しいかな？2ターンを、ここまではなんとかうまくいってます。お、だいぶ減らしたねー。さすがは新型機、
こちらも落とされてはいますが、比較的被害少なく、敵を撃墜しています。よし、一部隊殲滅したぞ。この戦いでも、空母への道をちょっと残しておき、そちらへ雷爆機を誘導します。もちろん、近づいてきたらそこを閉じて、別の方向に誘導するわけです。これも、戦闘機が6部隊いるからなんとかできてるけどね。確かに。最初みたいに2、3部隊だったら厳しかったよな。そして残り3ターンで。敵雷爆機を全滅。お次のターンで。敵戦闘機も全滅です。これで次からは楽になるな。ふう、きつかった。航空機の相手だけで終わっちゃったもんな。次からは、兵員も減らしていきたいですね。などと言っていましたら。むむ。雷基地からの攻撃です。やっぱ来るよな。敵の数はどんなものかな？大したことなさそうだな。残り3ターンで、敵航空機は全滅です。その後は、ボートモレスビーに砲撃を仕掛け、敵兵員や基地耐久を削っていくいつもの作業。この新型戦闘機って、ジェット機なんだっけ？説明書にもそう書いてありますね。第二次世界大戦中に、ジェット機なんてあったの？ありましたよ。ドイツのメッサーシュミット、ME262 なんかが有名ですね。へぇ。これは日本機なので、喫下といったところでしょうか。日本にもジェット戦闘機があったのか。試作機が飛行するところまでは行ったそうですよ。おぉ。そして、ここまででボートモレスビーは、このように。航空機が見る影もなく、これはもういけるかな？あとは兵員を減らすだけですね。ちなみに雷は、こっちの方が兵員多いじゃん。こっちはこっちで苦労させられそう。その後、兵員を削り切り、上陸。無事、ボートモレスビーを攻略しました。一時はどうなることかと思ったけど、なんとかなったな。現在、第2艦隊は雷の攻略を、第3艦隊は、また迷走して遅れてます。またか。でも、一応攻撃はしてるみたいね。第2艦隊が雷を攻撃していますが、兵員が多いので、ちょっと苦しいかな？潜水艦隊である第6艦隊にも、雷を攻撃させてみました。お、ちゃんと攻撃できるんだな。いや、めっちゃ頑張ってない？多分、戦闘を見ないにしてるからだと思うんですけどね。第3艦隊は、ラバウルに目標を変更しました。こっちの方が早く片付きそう。さすがに雷基地がなかなか落ちなかったので、第1艦隊で少々お手伝いをしまして。11月30日。ようやく雷基地を占領しました。第2艦隊も、結構ダメージ負っちゃったわね。なぜか兵員だけしかいないのにダメージ受けるんですよね。そして今月の収支報告。もう使い切れないだけ入ってくるな。予算も、もう十分なんじゃない？技術レベルをマックスまで上げれそうですね。軽空母UFOが完成したようです。キム、ユラも回収が終わったようよ。そしてその日のうちに、ラバウル基地を占領しました。これで目標達成だな。母港へ戻りましょう。途中、トラックで休暇を取ったりしたため、母港にたどり着いたのは、12月16日のことでした。ここはさっと飛ばして。あら。今回の評価は、84点でした。まあ、こんなもんだろ。式がマイナスにならなけりゃ OK よ。次の目標は、南方最後の基地、ガダルカナル。ミッドウェイの足がかり、ウェイキ。最北端の基地、アッツにします。そんなとこにも基地があったんだねー。取りに行くのが面倒だな。まあ、遅かれ早かれ行かないといけないので、ここで言っておくべきでしょう。そして翌日にはなんと、
ラバウル基地の部隊が、ガダルカナルを占領したとの知らせが。おお、タイミングバッチシじゃん。うまいこと言ったな。そして、こちらが現在の国力です。おお、これは、もうちょっとで新型艦船に届くのでは？情報以外の技術を80以上だっけか。そうですね。では、ここで挙げてしまいましょう。方向、鋼材、電気技術を挙げまして。ほう？なんだって？方向と読みます。大砲のことですね。へえ。まず、ロケット弾が開発されました。そして、お待ちかねの新型艦船の開発にも成功しました。おお、ついに。なんかすっごいのを想像してるけど、どうなの？後で試してみましょう。そんな時、横須賀基地から敵艦隊発見の報告が。空母に？横須賀って、すぐそこまで来てるんじゃないの？まだ慌てるには早いですよ。第4艦隊が近くにいますので、対応させましょう。第2艦隊も間もなく追いつくはずです。横須賀基地の索敵記録によると。横須賀っていうより、マーカス方面ね。まだ時間はあるな。では、新型艦船の建造を試してみましょう。待ってました。新型戦艦を選んでみますか。適当に数値を入れてっと。思ったほどではないような。対空、対艦砲撃力や、走行、速度はトレードオフになりますが、ヤマト級には及びませんね。最短6ヶ月で仕上げるとして。こうなりますね。これは、安い方なのか？新型艦船は、資材、燃料、航洋力が格安で作れるので、通常なら、この倍くらいはするんじゃないですかね。それでもこれだけするのか。ちなみに空母ならこう。お？搭載量99。新型空母の最大のアピールポイントですね。これだけでも作る価値があるわね。建造費用はこう。やっぱこれくらいはするのか。今はまだ作らないでおきます。なんで？どうせ作るなら、空母4艦ぐらい作りたいじゃないですか。そうすると、現行の船を処分する必要があるんですよ。ああ、そうだった。地震処理した場合も戦火でマイナスとして計上されるので、計画的にやらないといけません。なので、もう少し待ってください。残念。ちなみに、新型潜水艦はこんな感じ。対艦砲撃力とか、これ以上上がんないの？そうみたいですね。これでも無双できるという噂もありますので。まあ、走行や速度が圧倒的っていうのはあるけどな。予算はこんな感じで。お、安い。そして横須賀基地より、先ほどとは別の艦隊の情報が。ちょっと、まずいんじゃないの？すぐに他の艦隊も駆けつけるでしょうし、1月になったら第1艦隊も出航できます。問題ないでしょう。あと5日か。東京？落ち着いてください。輸送船団が襲われただけです。いや、確実に本土に近づいてきてるぞ。というところで、今回はここまでとなります。なんか、日本近海に敵艦隊が集結してきてるんだけど？ふーん、急を告げるって感じだぞ。追い詰められて、一発逆転に出てきたんでしょうかね。このまま母港に押し寄せてきたら、さすがにまずいんじゃないの？いや、まだ母港に来るとは限りませんし、上海方面に行くのかも？それはないだろ。敵に上陸を許したわけでもありませんし、まだ慌てなくても大丈夫ですよ。本当に？本当です、はい。それより、次回でこのシリーズも最終回です。最終回？行けんの？それはもちろん。この状況で？押し寄せる、敵艦隊を蹴散らして、返す刀でハワイですよ。そんなうまいこといくかな。まあ、見ていてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回は最終回になります。意外な展開が待ち受けていたりいなかったり。それじゃあ、皆さん。またねー。